おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日は赤魚の竜田揚げです。まずもうね、なんだっけ、だし巻き卵の準備からしてます。今日もなんだか肌寒い気がするね。もうやっぱ11月じゃなかった、10月も終わりだしね。でね、この赤魚はね、昨日のうちに下味をつけときました。下味はね、分量また後から出ます。そしてだし巻き卵から焼いていきます。だし巻き卵の分量がこれです。もう最近とんでもない時間に目が覚めて困っちゃう今日はね、3時半でしたもうそれから寝れないから、もう寝ないの眠くなった時寝ればいいかって感じで。これで焼き終わりじゃないね、これか、最後かな、これが。で、今日はね、これはソーセージステーキって書いてありました。いつだったかな、前食べたけどね、美味しかったんですよね。今日はこのソーセージステーキを入れたから、普通のいつものウインナーはなしで、竜田揚げを揚げます。180度でね、3分揚げました。で、ボコボコ音がするけどね、大丈夫です。もうね、ストーブで揚げるときはいつもこんな感じです。で、こうやって蒸気が出てくるけど大丈夫です。ただストーブ以外のお鍋で揚げたことはないけど、ダッチオーブンだったらできたよっていうのを聞きましたらよ。でね、竜田揚げの下味はここに出てる、これで詰めていきます。ご飯は斜めに詰めて、少しね傾斜をつけてます。で、今日はワックスペーパーで仕切って、メインのおかず、赤魚の竜田揚げから詰めます。そしてだし巻きの端っこで底上げをして詰めます。立てかける感じで詰めれば、それなりに見えるかなと思う。で、レッドキャベツのマリネをカップに入れて、これをね、詰めます。で、ミニトマトをちょんって、で、レッドキャベツのマリネにね、ごまをペペッと振りました。そしてごま塩シャッシャッシャーってして、梅干しを添えて、今日のお弁当の出来上がりです。こんな感じのね、お弁当でした。ちょっとね、茶色い面積が多いけど、茶色いおかずは美味しいちゅうことで、よし、最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。